オーケストラを楽しんでる皆さん、こんにちは。今回はドボルザークの交響曲第7番の第3楽章を見ていきたいと思います。ドボルザークが好きなスケルツォで、曲の構成はシンプルながら楽器同士が複雑に絡み合っている楽章ですので、音符の練習はもちろんのこと、スコアの勉強が必要な曲です。それでは早速見ていきましょう。冒頭のメロディーは細かい松葉を忠実に演奏することが大事です。特に毎小節表情が違いますので弾き分けることが大事です。18小節目からは長いフレーズでつなげることが大事ですが、ビオラと管楽器の旋律を聞きながら合わせないといけません。遅れないように注意しながら美しく歌いましょう。30小節目の3連符は早くありませんので、ビオラの8分音符を聞きながらうまく乗せましょう。33小節目のフォルテピアノは、最初にフォレテを弾いたらすぐほぼ音量ゼロまで落とし、小節の後半でクレッシェンドをしましょう。そうしないと管楽器とビオラの旋律が届きにくいので、音量を落として助けてあげないと管楽器とビオラの旋律が届きにくくなってしまいます。36小節目からの四分音符は何も指示がなければ伝統的に短く演奏しますが、短くなりすぎない方がいいと思います。スフォルツァンドも攻撃的にならず、丁寧に弾いてください。四分音符の長さに関してはオーケストラで確認してみてください。57小節目からの8分音符は走らないように気をつけましょう。ここを走ってしまう要因としては、ポジション移動がうまくいってないことと、ヒミオラを早く弾いてしまうことが考えられます。ヒミオラはメトロノームで速さを確認し、ポジション移動は無理のないフィンガリングでリラックスして慣れれば問題ないと思います。60小節目からフォルテッシモでテーマが出てきますが、大事なのはただ単に大きい音で弾くのではなく、大きく弾いていても方向性やフレーズ感を出すことです。そうしないと弾いてる方も聴いてる方も単調で音量の大きい演奏だけだと疲れてしまいます。75小節目からも3連符を早く弾きすぎないように気をつけましょう。78小節目からは36小節目と違い、スフォルツァンドが3拍目、6拍目についていますので、きちんと弾き分けましょう。90小節目の2拍目はそこまでの流れで音量も大きく勢いもついていて、やっと簡単な和音が出てくるので、力任せに汚い音で弾いてしまう傾向がありがちです。しっかりとビブラートをかけてデリカシーを持って演奏しましょう。
117小節目の3連符は弾きにくいところだと思います。そんなに速くないので左手にリズムを感じて演奏できれば問題ないのですが、練習方法として次の練習を試してみてください。左手に拍を感じられるようになったら楽譜通りに演奏しますが、左手の拍の頭にアクセントをつけるように演奏します。ただ実際音のアクセントはついていませんので、左手で少し強く押さえてあげるっていうのをやります。最後にアクセントを取れば弾けるようになっているはずです。158小節目からのアッチェレランドはホルンの8分音符に支配されてしまうので、我々はそれに乗るだけです。そのためどんなテンポが来ても対応できるように、いろいろなパターンや速さで準備しておくのが大切です。160小節目からの2小節は一見難しそうに見えますが、ポジション取りができていればそんなに難しくはありません。ただ威厳とポジション取りを同時に早くやらなくてはいけませんので、リズム練習が上達の近道だと思います。164小節目の6連符は実はそんなに速くありませんので、速いトレモロにならないように注意してください。ヒミオレで考えると弾きやすいと思います。189小節目からは低ジプと一緒ですが、203小節目の分散和音が少し難しいと思います。無理のないフィンガリングを選び、例えば私は4の指から始めて4231を3回繰り返してファーストポジションまで降りてしまいます。もう一つ大事なのが、弓を止めずに右手は綺麗なレガートで弾くこと。そうしないとフレーズが途中で切れてしまい、せっかくの旋律がいびつになってしまいます。さて、オーケストラレッスン、今回はドボルザークの交響曲第7番の第3楽章を取り上げましたが、いかがでしたでしょうか。早い楽章ですが、そんなには速くないので、落ち着いて弾けば上手に演奏できると思います。力みすぎず、綺麗な音で弾くことを心がけてください。合奏では、他の楽器の動きを聞きながら自分のパートを演奏することが大事なので、高い意識と集中力を持って演奏してください。オーケストラレッスン、これからもどんどんアップしていきますので、楽しみにしていてください。また、この曲をアップしてほしいというリクエストがありましたら、なるべくご希望に添えるようにしたいと思いますので、コメントもどんどんいただけると嬉しいです。それでは、今日はここまで。
皆さん、楽団の皆さんや指揮者と楽しい音楽の時間をお過ごしください。